本城朝継は、鎌倉時代の武蔵国小玉軍本城の武士と考えられる。小玉統計本城氏の二代目、あるいは、備中将氏の二代目と考えられているが、議論の余地が残っており、断定はできない。生まれは、武蔵の栗崎館、あるいは、備中の猿が狩城かその館と考えられる。通称は、新しい西門の城だが、後に、 大滝左衛門の城となる。備中国に土着した、昭三郎右衛門担ぎの着手とされる。東鏡には、本城四郎衛門の城寺へと共に、本城新左衛門城阿札儀の名があり、13世紀中頃の、家庭4年2月17日城に四大将軍、藤原頼常の呪落に際し19期、192キいル。 先人の御所随病の二十五番にその名が見られるが、阿保、猪の又、四方田など、武蔵区に小玉分周辺の武士と並べて記されている。また、同年六月五日上に、将軍家春の御子としてその名が見られる。一考察として、家継が備中へ移住したことで、少子本家の領地を弟の時家が守ることとなったが、家継の子息である朝継も武蔵国へ預けられ、 自衛ととともに活動したという父や次は、小玉島の本州家六代目であった、小小太郎よりへの戦士により、結果として、少子本州家を継ぎ、七代目となったが、その後、備中少子として、西日本で活動し続けた。その子息である朝次だが、小玉島本州家の領地を継がず、秩父郡へ移住した。本州家の子息となりながらも文家に甘んじたのである。 アズ鏡の表記を語気であると考えた場合、本庄新左衛門上浅継ぎではなく、本来は、小新右衛門、浅継ぎと考えられる。または、年代的から見て、自衛と共に、本庄氏を名乗った可能性もある。小玉党本州家五代目であった、小太郎家長の三男である家継ぐと、四男である時家の、どちらかが、本庄氏を名乗ったものと考えられているが、 本州家を継いだ家継が死を新たに名乗る、必要性がないことと、弟である時家が、兄と同じ死を名乗ることの不自然さ、そして、家継が、備中の少子となったことを考えても、本城氏を初めて名乗ったのは時家の方だと、考えられる。小玉少子の伝承通りであるのなら、彼が猿がかり城の三大城主と考えられるが、家継の他の子息が継いだ可能性もある。 小玉と経図では、本城二郎左衛門の担次の子、大滝左衛門の城を浅次として、名が記されている。これは後に、武蔵国に秩父軍大滝へ移住し、その際に改めたため、新しい左衛門の城から大滝左衛門の城になったと、記されている。経図では、家継ぐ浅次、時寺悠ぎとあるが、太郎悠継の三人の弟の通称が、三郎助次、四郎茂次、 五郎しつぎであり、二郎の通称を持った弟がいないことから、時きは、父ではなく、ゆうつぎの弟の一人と考えられる。従って、朝次の子息が、ゆうつぎ、ときじ、すけじ、しげつぐ、つぎとなる。小玉等の系図では、たびたび本宗家一族の系譜を長く見せるため、着男を、次男の子息とする改変が見られ、本来は、ゆうつぎが、 朝次の着難と見られる。活躍した年代的にも違和感なく合致する。後世、作られた経図が複数存在していることもあって、経図上に記されていることがどこまで信憑性があるのかが問題であり、家継ぐ本上詩の経図も自家系本上詩と同様にまだ謎が多い。ありがとうございます。